ウィル・エイチ・ブラッドリーはアメリカ合衆国のイラストレーターである。アメリカのアール・ヌーボーの代表的なイラストレーターで、新聞、サタデー・イブニング・ポストはデザイン会の長老と呼び、20世紀初頭の最も高い報酬を得たアーティストとされる、マサチューセッツ州ボストンで生まれた。12歳の時父親が亡くなり、母親とミシュガン州、 マーケット群のイシュッポミングに移り、イシュッポミングの週刊新聞、ザ・アイアン・アジテーターで働き始めた。17歳の時シカゴに出て、木版画の制作や、活版技術者の仕事をした後、グラフィックデザイナーとなった。マサチューセッツ州に戻り、印刷会社、ウェイサイド・プレスを設立し、雑誌、ブラッドレイを創刊し、イラストレーター、編集者、活版技術者、デザイナー、 印刷の監督として働いた。詩や小説、し絵が掲載された雑誌は好評で、経営的にも成功を収めたが、いろいろな仕事を一度に行わなければならない。ストレスから28歳の時、体を壊し、回復は早かったが、印刷会社は手放すことになった。その後、アメリカンタイプファウンダースの顧問や雑誌、コリアーズウィークリーの編集者などをし、 子供向け書籍の挿絵を描いた。その後新聞を、ウィリアム・ランドルーフ・ハーストの作った、映画会社の美術監督や映画会社、ワートン・ブラザースの映画、ベアトリーチ・フェアファックスやパトリアの助監督をした。自らの映画会社、ダラマ・フィルムズを設立し、脚本、監督、プロデュースをして、ビター・フルーツ、ムーン・ゴールド、ザ・タメ、キャットなどの映画を制作した。 1954年にアメリカグラフィックアーツ協会の最高賞、愛がメダルを受賞した。ポスター画家としては、アール・ヌーボーのスタイルで作品を制作し、イギリスの有名なアール・ヌーボーの芸術家、オーブリー・ビアズリーと比較され、アメリカのビアズリーと称されることもあったが、1890年代半ばにビアズリーの作品がイギリスで人気になる前に、ブラッドリーはアメリカで、 アーティストとして知られた存在になっており、アメリカのポースター美術の発展に貢献した。ありがとうございます。